全裸の松本人志がいきなりキスしてきて、俺の子供産めや、一泊30万円の超高級ホテルで行われた、恐怖のゲーム、吉本興業は否定コメント発表、から続く。12月27日発売の、週刊文春、及び、現在配信中の、週刊文春電子版、で掲載された特集記事、松本人志と恐怖の一夜、俺の子供産めや。お笑いコンビ、ダウンタウンの松本人志が、スピードワゴンの小沢和孝に女性を集めさせ、一泊約30万円の超高級ホテルで飲み会を開催、ゲームと称し、俺の子供産め屋などと、参加女性に性行為を迫っていたと報じた。2015年9月、11月の飲み会に参加した女性を含む複数の参加者が、事実関係を認めている。また記事中では、飲み会後に松本人志が女性に送ったショートメール、松本人志が女性に性行為を求めている最中に小沢が女性に送ったアリバイラインなどの証拠を写真付きで掲載している。吉本興業は法的措置を検討。記事の作成過程において、週刊文春、取材班が、松本人志が所属する吉本興業、小沢が所属するホリプロに質問状を送ったところ期日までに回答は一切なかった。ところが、雑誌の発売当日の12月27日になって、吉本興業は突如として次のような見解を公式サイトで公開した。本日発売の一部週刊誌において、当社所属タレントダウンタウン松本人志以下、本件タレントが、8年前となる2015年における女性との性的行為に関する記事が掲載されております。しかしながら、当該事実は一切なく、本件記事は本件タレントの社会的評価を著しく低下させ、その名誉を毀損するものです。また、今後、法的措置を検討していく予定です、とも記している。12月27日夜、証言者の一人である A 子さんは、週刊文春の再取材に応じ、改めて次のように語った。心の底から怒りが湧き上がってきます。吉本さんのコメントを読み、大きなショックを受けています。当該事実は一切ない、としていますが、事実とは一体どの部分を指すのですか？飲み会自体が行われていないとでも言うのでしょうか？それとも私が松本人志さんとの性行為を好んで受け入れたとでも言いたいのでしょうか？本当に馬鹿にされた気分で、心の底から怒りが湧き上がってきます。なぜ8年前の出来事を告発するのかという声には次のように反論する。飲み会の当日、小沢さんから、粗相があったら、この辺りを歩けなくなるかも、と言われていた。これは、芸能界に関わる仕事もしていた私にとって脅迫に聞こえましたし、正直、告発する勇気も出なかった。ただ、今年、ジャニーズ被害者の方々が告発する姿を目の当たりにして、このまま放置してはいけないと痛感させられました。これ以上、被害が出ないことを願ってお話ししたのです。今回の文春の記事を読むと、私以外の女性も証言されており、松本人志さんからひどい仕打ちを受けた方は他にもいるはずです。松本人志及び吉本興業は A 子さんの再反論にどう答えるのか？松本人志と恐怖の一夜、俺の子供産めや、と題した特集記事は、現在発売中の週刊文春及び週刊文春電子版で読むことができる。松本人志さんが、性的行為強要の記事、吉本興業が週刊文春に厳重抗議、法的措置を検討。吉本興業は27日、同日発売の週刊文春で、所属するお笑いコンビ、ダウンタウンの松本人志さん、60が、複数の女性に性的行為を強要していたと報じられたことに関し、当該事実は一切なく、記事はタレントの社会的評価を著しく低下させるもの。取材対応を含め厳重に抗議し、今後、法的措置を検討していく予定、と発表した。同紙編集部は、記事は複数の詳細な証言に基づき、さらに裏付け取材も尽くしたもので、十分に自信を持っています、とコメントしている。記事では、お笑いコンビ、スピードワゴンの小沢和孝さん、50が松本人志さんに女性を紹介するなどしたとも指摘されているが、小沢さんの所属事務所は、申し上げることはない、としている。
松本人志の性加害疑惑で浜田雅俊の好感度が上昇、フレンチクルーラーで泣くの可愛いやん。ダウンタウン松本人志の性加害疑惑が波紋を広げている。12月27日発売の週刊文春が、8年前、松本人志により性行為を強制されたという2人の女性の告発記事を掲載。同氏の直撃に対し、松本人志は、記憶にない、証拠出せ、とまくし立てるだけだったという。同日、松本人志が所属する吉本興業は、当該事実は一切なく、記事はタレントの社会的評価を著しく低下させ、その名誉を毀損するものです、などとコメントし、法的措置を検討すると発表した。24日の M1 グランプリでも審査員の顔として優勝コンビ、令和ロマンに一票を投じた松本人志。そんな、笑いの神様に対し、報道各社が文春報道を相次いで取り上げ、ネット上でも容赦ない批判が集まっている。社会問題を幅広く論じてきた松本人志は自身に対する告発についてどのように説明するのか？これが本当なら家庭持ち関係なくアウト。同意の上での性行為ではないので、何人たりとも許されることではありません。8年前の出来事だから、問題ないとか言う人、被害者の女性の心は一生癒されないんですよ。大御所芸人だからって何でも許されるわけではない。気持ち悪すぎる。そしてこれがなかなか明らかにならなかったことにも芸能界の闇を感じる。一方、2023年2月、パパ活不倫がフライデーに報じられた相方の浜田雅俊。2018から19年に一般女性にお金を渡した上で高級ホテルで複数回密会していたという。この時、女性は事前に浜田さんがミスタードーナツのフレンチクルーラーが好みであることを知り、部屋に買って持っていくと、浜田さんが涙を流したと報じられました。掲載された女性との LINE のやり取りから、優しい対応、豆だな、といった声が上がり、松本人志さんから、フレンチクルーラー持ってこい、と番組でいじられるなど、浜田さんはむしろ、美味しい立場を獲得したように見えました。結果として、記事は浜田さんにとって大きな痛手とはなりませんでした、芸能記者。SNS を見ると、松本人志のネガティブ報道を受け、浜田の好感度はさらに上がっているようだ。浜ちゃんの株上昇中、翔ちゃんの報道で浜ちゃん謎に株上がってるな www。浜ちゃんの株が上がってるのが少し嬉しいフレンチクルーラーで泣くの可愛いやん。とはいえ、浜田も妻を裏切ったことは事実。本誌は1月に妻の小川夏美との別居の様子もキャッチしている。果たして、松本人志は疑惑にどう答えるのか、そしてコンビはどこへ向かうのか。